トヨタ自動食器がエンジン試験で不正をしていた問題で国土交通省が是正命令を出す方針を固めましたトヨタ自動食器は先月生産する自動車などのディーゼルエンジンの認証手続きに必要な試験をめぐり不正があったことを明らかにしていて国交省は関係者への聞き取りなどを続けていました関係者によりますと国交省は今月中にも道路運送車両法に基づき 再発防止などを求める是正命令を出す方針を固めたということです不正が発覚した一部のエンジンについては大量生産に必要な型式指定の取り消しを検討しているということです